ことになります。川端雅人が前、そして斉藤大吾が後ろから追い上げる。先ほどはオーバーテイクドリルを見せた。さあ今度はどういうことになりますか。川端が見えてきてぴったりと斉藤大吾、うわークラッシュ、うわーものすごいクラッシュ、うわーとんでもない状態で2台が大クラッシュをしてしまいました。いやここまで激しいクラッシュは初めてだね。過去の D1 グランプリではありません。わあ、もう給油口のすぐ後ろまで壊れたんですね。先ほどペトロナスの時はこれでちょっとすごいことですね。さあそしてこの給油